はい、じゃあ盛り付けていきますね。この関東風醤油ラーメンですね。これです。中華三昧ですね。まずこんな感じで出来上がったラーメンをこういう風に入れます。そしたら先ほどボイルしたやつを入れてきますね。もやし。そしてこのサヤエンドウですね。でね、このボイルした、ほうれん草も入れます。こちらの具材ですね。かまぼこ。これは煮卵ですね。そして、手作りのチャーシューですね。青ネギですね。定番ですね。佐藤健くんが好きなブロッコリーの芽ですね。ブロッコリースプラウト、真ん中にこう乗っけてですね。はい、完成です。中華三昧の赤坂離宮、広東風醤油ラーメンの完成です。これが、入ってきました。これが中華三昧の広東風醤油ラーメンですか。赤坂離宮ですね。ブロッコリースプラウトも乗せて、たけるくんバージョンって言って、こう、ボイル野菜もいっぱい、いろんな具材も乗っけたので、なかなか豪華にできました。じゃあこれを今から食べていこうかなと思います。美味しそうですね。いってきます。はい、できました。こんな感じですね。中華三昧の赤坂離宮醤油ラーメンですね。まずスープからいきますよ。美味しそうなので、これは。醤油系です。おぉ、めちゃくちゃコクがありますね。うま。ずっと飲めるスープです。これめちゃくちゃうまい。じゃあこの中華三昧のね、麺がうまいんですよね。麺いきます。ああ、まあ、ツルツルシコシコですよ、これ。やっぱノンフライですね。ああ、なんか醤油なんだけど奥が深いですね。きます。ちょっと付け合わせの野菜なんかも。ボイルしてるからシャキシャキで美味しいです。ほうれん草と一緒にいきます。シャキシャキ、うまっ。今日は、朝日田リッチいきます。ちょっと味変で胡椒入れてみますね。いきます。やっぱり醤油ラーメンにはね、胡椒バッチリ合いますね。うまっ。うん。サヤエンドもうまい。バッチリです。ということで、奥さん。今日は、水曜日ですか。なんかね、天気悪いですよね。まあ、暖かいからまだいいっすかね。どうなんすかね。4月も入って、何も変わり映えのない僕の YouTube の日々なんですけど、お付き合いください。今日も頑張ります。はい、どうも、こんにちは。これ今日のやつかな、毎日綺麗。結構、毎日綺麗じゃなくてもいろんなのに載ってたんだけど、モデルプレスにも載ってたんですけどね。まあまあ当然みんな知ってると思うんですけど、佐藤健、ラナンキュラスを手にときめくカット、ノンの初表紙なんですね。メンズノンのはちょいちょい出るんですけど、ノンは女子のね、ファッション誌ですもんね。そこで初表紙なんです。これでもこの表紙を見てるとちょっとね、かっこいいんですよ、健くん。またかっこいいというか可愛らしい感じっていうんですかね。久しぶりにこういう感じの健くん見た感じがしますけどね。8ページのインタビューもだそうです。俳優の佐藤健さんが4月20日に発売されるファッション誌、ノンノ。あ、まだか。これから発売なんね。ノンノの8月号特別版の表紙を飾ることになり、13日ビジュアルが公開されたと。あ、昨日ビジュアル公開ね。表紙で佐藤さんは、昨日、黄色のね、ラナンキュラスを手にしている。こう、花ですね。花ね。黄色い花です。佐藤さんが同志の表紙を飾るのを初めて。まあね、そうですよね。メンズノンノはわかるんですよ。ただ、ノンノって女の子の雑誌だから、あまり男の人が表紙になるってイメージはないんですよね。佐藤さんはスタッフが用意した数種類の花から、これがいいんじゃないと、ラナンキュラスをピックアップ。花は2輪にする1輪がいいと、花の持ち方を提案しながら撮影が進み、スタッフはドキッとときめくカットになったとしている。まあ、どうだ、これちょっとだから自然な感じでかっこいいんですよね。表紙には佐藤健に恋してると題した8ページのインタビューも掲載。8ページだとね、結構ね、見応えありますよね。今年完結を迎える主演映画流浪に献身シリーズの最終章の思い込みを語るほかに、
LINE や謎解き、たけるくんの LINE ね。いや、謎解きなど、佐藤さんに近づくためのキーワードも解説する。手話なんかもあるんですかね、じゃあね。同志公式の SNS で募集した質問にも回答する。これなんの結構なあれだったんですよね。もう別のやつで言うと、だから、その今回の特集のために読者から佐藤健くんへの質問を、何の公式 SNS で発売したところ、あっという間に2万3000件以上の質問が殺到したんですって。すごいですよね。めちゃくちゃすごいと思います。紙面で、その中から20問ですよ、質問が。だからめちゃくちゃ確率が低いんだけどね。で、その2万3000の中から20個だけの質問に絞られて、それにたけるくんが答えたってことですね。どんな質問が採用されたのか、佐藤健はどんな回答をしたのかと。まあ、その他にもこの、まあ、余談なんですけど、同じノンノではキンプリの高橋海人、トラビスジャパン、ファッション特集トラビスジャパン。なんだ、わかんない。トラビスジャパンって何なんですか、それのインタビューとか。新川優愛さんってノンノモデルだったんですね。で、それで卒業、新川の卒業インタビューも掲載だそうです。ほう、そうなんですね。まあそういうのがあるみたいですね。まずそれが1個ですね。あとこれね、ちょっとね、古いやつでね、僕はね、気になったのが1個あったんで、ちょっとくだらないんだけど話しますよ。佐藤健、大嘘にも程があるっていうやつ。大嘘が過ぎるだ。嘘が過ぎる。嘘つきだって言ってるんですよ、健くん。何のことかなと思ったんですけど、要するにピュアセレクトの話ですよ。佐藤健がマヨネーズトーストを作る CM、大嘘が過ぎるっていう。ピュアセレクトのね、焦がしマヨ玉。僕も何回かもう4、5回作ってますよね。あれですよ。例のやつです。それがね、何が嘘かっていうと、何度試してもあんな綺麗に焼き上がらないんやけどっていうことを苦情を言ってる人があるということなんですよ。で、それに対しての回答がいろいろあって、お前貧乏人だから多分ケチって8枚切りとか買ってちまちま食ってるからだよみたいな。要するに、薄切りだから失敗するんだよって話だったりとか、卵は常温だぞ、常温やぞとか。で、トースターに余熱入れとくといいよねとかね。なんなら卵だけちょっとレンジで熱入れとくといいよとか。まあ、あとその、あんなに綺麗に焼けないのに対してわかると。そして大して美味しくもないみたいなこと言ってるのもいれば、あれ20年ぐらい前ネットで見て試したけどうまくいかんかったわっていうのとか、横面と底面をホイルでくるんで長めに焼くんやでっていうのも、だから要するに、ホイルでくるむと、要するにこれ僕なんか言ったことないんだけど、確かにね、その、卵をこう落とすじゃないですか、こう周り囲んで。へにゃっとなるんですよ。で、だから卵はベローンといったりもするんですよ。結構あれ大変な部分があるんですね。土手を作るじゃないですか。で、やっぱだから、ふにゃっときちゃうんで、トーストが。ふにゅんってこう柔らかいからふにゅんってなるんで、ホイルで周りをがっちり固めてやった方が確実だよってこの人は言ってんでしょうね。これはほんまに有料5人やろ、佐藤健は謝れとかね。あとトーストはあらかじめ軽く焼き目をつけとく、卵は常温、トーストが水分吸わないように下にハムを敷く、これでうまくなるでっていう人もいる。だからトーストはね、あらかじめ軽く焼き目をつけておくっていうのは、焼くとね、トーストちょっと硬くなるじゃないですか。だから、へにゃっとならないってことですよね。あと卵は、冷蔵庫からやると、オーブントースターでやると、時間がかかっちゃうからってことを言ってるんでしょうね。トーストが水分吸わないようにするならマーガリンかバターやろうとか、パンをちょっと凍らせるんやろうとか。まあまあ、凍らせるっても一個の手でしょうね。そうするとでもパンがね、カリッとはしないですけどね。結局はヘナッとなっちゃうんです。出来上がった時にはね。こんなんやるように普通に目玉焼き乗せた方が100倍うまいわ。まあ、それもわかるけどっていう感じですけどね。キューピーも公式でこのレシピ紹介したのやばい。被害者どんどん増す気やねんって。だから、その気になってやったけど失敗する人がいっぱい増えるってことでね。ワイは結構好きっていう人もいますね。昔マヨじゃなくてチーズでやったけど、トーストカッチカチ、卵ドロドロのままで草。ああ。これでも一つのね、そう、あるあるになると思いますよ。卵が難しいんですよ。
魚焼きグリルで火をこまめにつけたり消したりしたら綺麗に焼けたわと。朝食にそこまで手間かけられる。朝食かどうかはあれ無理だよな。普通にフライパンで目玉焼き作ってトーストに乗せた方がうまい。卵を乗せてマヨネーズで囲い作るやつのアルミホイル敷かないとあかんでとか。マヨがクソほど熱くなるから大嫌い。チキンラーメンと一緒な。まあ、チキンラーメンもね、あれね、テレビ、CM でやってって真ん中に卵を落としてやるじゃないですか。で、蓋みたいなのやって、3分やってこう、パコッと開けるじゃないですか。絶対ね、半熟にはなってないですからね、卵。あれも、だから常温からやれっていう話ですけど、僕がこのね、ピュアセレクトのこのマヨネーズ、卵のトーストを作った経験上で、5回ぐらいやって、毎回、試行錯誤していった結果なんですけど、まず、マヨネーズは、ケチらないで、がっつり、やるってことなんですよね。ケチってね、マヨネーズ、まあ、ケチってじゃないけど、ちょっとしかやらないと確かに卵を置くと、ベロンと流れちゃうんですよ。だから、ヘリをいかに高く、マヨネーズを盛れるかですよね。で、確かに、あと、トーストは、厚めですよね。で、もっと言うと、もう、オーブントースターの、こういう、なんていうのかな、下の網みたいな、の上に、もうすでにセッティングして乗っけて、そこの上でこう作るってことですね。マヨネーズ、ピュアセレクトを、高く持って、そこの真ん中で卵を落とすと。で、あとは、あれ普通のオーブントースターでやると、絶対ね、マヨネーズが焦げて、卵半、もう全然固まんないんですよ。だから、あれね、割といいオーブンじゃないと無理だと思います。僕のやつって、なんだろうな、あれで揚げ物もできたりとか、蒸したりとかできるオーブンレンジなんで、なんだろうな、ピザ用とか、なんかそういうのにセッティングして、やると、ピザの中身もふっきりして表面カリっていう風な焼き方をするんで、そうやれば、まず、そのピザ用にセッティングしてほっといて、チンってなるまで待てば、だいたいうまくなってるんですよ。でも普通の何にもないセッティングのオーブントースターで焼いたら、相当チェックしながら見ないと、あれは無理ですよ。だから、たけるくんみたいにうまく焼くってのは、結構厳しいんじゃないですかね。一番、本当に、これ結局ね、結論言うと、いいやつ使わないとダメですよ。いいオーブントースターっていうか、いいオーブンレンジを使わない限りは、こんなにうまくはいかないです。単なる、オーブン要素しかないような、やつでやったら、まずダメですよ。いろんなセッティングができるような、オーブンレンジ。ちょっと高めの電子レンジを使わない限りは、たけるくんのような、CM のようなやつはできないってことですよ。だからこれは結論を言うと、嘘が過ぎるというよりは、これでできないだろうって言ってる人たちのレンジがしょぼいんだと思います。っていうところに落ち着きます。な感じです。ではでは。